皆さんこんにちは、カーレフエッセイストの吉田由美です。吉田由美チャンネルの時間です。ワイワイ。というわけで今日はですね、すごい素敵な車に乗っています。レクサスの LC コンバーチブルです。でもちろん屋根が開きます。どんな車かっていうと、ここから高い風が出たりするわけです。これができたおかげでめっちゃ快適です。なんかもう私通販番組みたいになってますけど。でこの車は4人乗りなんですが、後ろのシート持つ置きに最適かなっていう感じですね。でどんな車かというと、どれどれちょっと見ていきたいと思います。全長が4770mm、で横幅1920mm、そして高さが1350mm ということで、天井はそんな高くないんですけれども、長さがしっかりあります。の前のね、スピンドルグリル、すごい押し出し感が、やっぱり最近で言うと SUV の方がなんとなくこう迫力がある感じがするんですけど、いやいや LC は負けませんっていうぐらいすごい迫力でした。ちなみに排気量5リッターですね。で、最高出力は477馬力で、最大トルク540ニュートンメーターで、これは後輪駆動 FR ですね。で10速のオートマティックというわけで、電子制御バリバリなわけですよ。そうそう、このボディカラーも実は素敵なホワイトノーバガラスフレークっていう、まあ特別色になるのかな。なんか多分これルーフもベージュですごい素敵な色ですね。せっかくなのでこの車に乗ってた、じゃーん、カタログを見てみたいと思います。こんな素敵なカタログ、高そうですよね今時。いや最近カタログをもう出さないところも結構増えてきて、どこで撮ってんだろうこれ、日本じゃないっぽいな。まあレクサスだけにね、レクサスっていうとやっぱり北米でとかでめちゃめちゃ売れてる車なので、多分まあオープンカー自体がカリフォルニアとかそういうイメージだったりするから、こっちの方でね、撮ってたりするんだろうな。すごいですよ、全自動式ソフトトップルーフ。あーすごいですこれね、近くで見るとすごい迫力があるんですけど、一個一個がもうね複雑な形なんですよね。ここが平らで、ここが南角形とかっていうんだろう。そして大きさもちょっと違います、よく見ると。これ私最近思うんですけど、レクサスと DS、 まあシトロエンの高級ブランド、ラグジュアリーブランドですけど、とちょっと似てるな方向性がと思ってます。このこだわり用がね、こう上の方はこういうちょっと平べったい感じ、下の方に来るとちょっとこう膨らみがある感じなんですよね。うわすごい手の込み方、すごい。でライトもこんな感じですよ。で中にももう模様が入ってる、でレクサスって書いてある。すごいもうほんとな。でしかもこの車、もちろん先進安全装備はレクサス最高級で、デザインがこれまたすごいっていうね。じゃあちょっとトランクから行ってみましょうか。これここをピッて押すとこのドアが出てきます。そしてこの素敵な、もうフルタンの世界ですよ。でちょっとこれ後ろ開けてみて、まあこれオープンカーなので、もちろん容量はそんなに多くないですし、まあ下にはコンフラッカもあったりして、これあれですね、
後ろにこれを風よけつけるとより車内の巻き込みが少ないという。でこれがねすごいダンパーがよく効いてるからしっかり上がる。そして後ろがちょっとこうヒュッと上がってる感じ、わかるかな。ねえ美しすぎる。じゃあ前も行ってみたいと思います。前はどこ、ここ、これもなんかこのクラスの車だともうあれですね、きっとダンパーがしっかり効いてるのでここさえ見つかれば、お、ほら片手でヒュ、これがレクサス LC コンバーシブルの心臓部です。あ、なんかもうすんごいもうぎゅうぎゅうに詰まってる感じ。ちなみにこちらの車は、ガソリンエンジンのモデルで、お、ニッケル水素バッテリーとか書いてある。なんかこれだけでも高そう。そして熱い、そして熱いので閉めます。よいしょ、ねえすごいです。というわけで素敵なレクサス LC500 コンバーチブルです、この色も素敵なんですけどね、ライトなんかももう本当に動く芸術って感じ。この凹凸感とかすごいですよね。でこれドアが出てくるんですよ、ドアノブが。そしてこのホイールも高そうなホイールですよね、はい、というわけでこれが LC コンバーチブルの車内ですよ。ちょっと残念なのが今時の車にしてはチーがなくて、チーっていうのは非接触充電ですね、これがなくて普通に USB でつなぐっていうところでちょっと残念、もったいないなと思います。ドア閉めます。そしてちょっと私暑いので運転のポジションを合わせたいと思いますが、見てくださいよ、こんななんかキラキラなんですよ。取っ手がいきなりついてくる、あの取っ手、あのドアグリップ。じゃあ行きますよ。じゃあこの辺がいいかな。じゃあここ触り倒したいと思います。まずここです、一番ポイントなのは。あ、ちなみにこの車4人乗りですね。4人乗りと見渡すとこんな感じです。もうフルタンですよ、一色で。エアコンの吹き出し口がちょっとこの斜めになっててどうかと思ったんですが、抜群にちゃんと顔にも当たります。で、ハンドルの両脇に親指で操作できるように、右側には ACC 関係、左側の方にはいろんな操作関係があります。そして、まあ、シフトレバーとかもありますし、ドライブモードなんかはここにあります。で、エコ、コンフォート、カスタムモード、ノーマルモード、S モードなんかがあったりして、こっちはスノーモードなんかがありますね。そしてこちらに、まあ、エアコンの吹き出し口、助手席側もたくさんあります。これねすごい、なんか助手席のおもてなしもすごい。そしてここピッと押すと、おー、こんなグローブボックスです。そしてねここが今昼間だからわかんないけどイルミネーションがあるわけですよ。でイルミネーションも色が変えられます。
なんか設定で、あの最初のオープニング画面も変えられるっていう話だったんですけど、ちょっと分からずじまいでした。ただここでやるんですけど、残念なのがこれですよ。このパッドタイプを未だに使わなくちゃいけなくて、でこちらでタッチパネルではないっていうのがね、これちょっと今時これでいいんですかレクサスさんという感じがしましたね。こんななんかこうハイテク感とラグジュアリー感が満点なのに、ここが本当に惜しい、惜しすぎる。開けてみますよ。じゃじゃーん。前から見るとこんな感じです。じゃあ逆に閉めてみます。すごい早い。これで最後に閉まって終了。個人的にはこの首元の吹き出し口が好きです。涼しいです。そしておしゃれです。見たことのないスイッチが出てきた。これはなんだ、謎ナノイー。あ、これは嬉しい。あ、これが首から出てくるネックスカーフの話だな。でこれでいろいろ設定ができるそうなんですけど、スタートアップサウンド、あ、これじゃないの、スタートアップサウンド、サウンドが変えられるんだ。あ、これ普通。2そして一番和のやつだ。そっか、画面は変えられないけど音が変えられるのね。あ、面白い面白い。あとね、色が変えたりとかできたはずなんだよね。うん、うん、あ、オンラインエコレベルとか出てきた。こっちの画面も行ってみましょう。ついでにを押すといろんな画面が出てくるはず。ほら、この真ん中の扉が開くわけですよ、横にずれてね。え、私さっきから撮影ばっかりしてるので燃費が悪くてごめんなさいタイヤの空気圧なんかも分かります。後ろがちょっと低めですね。うーん、この横にずれるの面白い。このね、横のところも動くはず、色が変わるはずなんだけどな。
ちなみにスイッチはここです。普段はこうやってしまってて、これをこう開けます。そして開け始めると、すごいガタンって揺れたな。こんな早くサクサクっと動かすのって意外と大変なんじゃないかな。今の状態が分かります。あ、これどこまで閉まってるかが分かるんだ。でフィニッシュ。これ開くときもそうだ。というわけで、このレクサス LC500 コンバーチブル、まあわずか2泊3日ぐらいじゃ、もうほんとこんなちょっとぐらいしかこの車の良さが分からなかったな。もうもっと長く借りるか、次は買う、それしかないですね。というわけで皆さん、ぜひ吉田由美チャンネル登録してください。じゃあまたね。オープンカードライブだよ。